30 36 43。このメールは上手にできた花嫁衣装でかぶる私にぴったりよ。5ねえちょっと見てひがろ。10ねえちょっと見てひがろ。20見てよ30見てよ見て私の方。36見て私の方。43ねえお願いフィガロ、ねえお願い私のメールを見て。私の可愛い人よ、そのメールは綺麗だね、あなたにぴったりだ。見てよ可愛い、見てよ綺麗だね。このメールは上手にできた私の可愛い人よ、あなたにぴったりだ。君に君に婚礼間近様が早く、あなたの花婿様に愛の印かわいいメール。それスザンナの手製だ、そうスザンナの手製だ、スザンナスザンナお手製お手製、それスザンナの手製だ、お手製お手製、そうスザンナの手製だ。伯爵様からもらったベッド、この部屋に収まるか測ってる。この部屋に。そうだ、ご親切な旦那様だ。私は嫌よ。なぜなんだ。わからないの。訳を聞かせてくれよ。鈍い人、みんな知っている。わからない。二人の新居にとても都合のいい部屋。あなたって人ほんとおめでたい。いいね、この部屋はお屋敷で一番便利な場所。奥様君に用のある時、鈴を鳴らす。リン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 、すぐにそばに行ける。もし旦那が俺を呼ぶとき、床を鳴らす。どん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 、ひと飛びで駆けつける。どんどんドアを叩き、すぐに来るわ。ひとっ飛びでね。スザンナちょっと、スザンナまた、スザンナちょっと、すぐにまた、ひとっ飛びちょっと、また、どんどんまた。わかった。なんなんだ。あと聞きたい。聞きたい、だが気になる、心配で疑心暗鬼。ダメよ、心配疑心暗鬼。心配で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 疑心暗鬼だ。心配で疑心暗鬼。心配で疑心暗鬼。疑心暗鬼は
どういうことなんだ。伯爵様はもう奥様にその気がなくって、外の女も飽きてしまわれ、お屋敷の中の娘に目をつけている。誰なんだ。あなたのスザンナよ。何。そうよ、私だから今私を近くに置いておこうとしているの。そうか、そういうわけか。旦那様のご親切にはこんなからくりがあるの。なるほど、考えたもの。それだけじゃないわ。使い走りの混じりを丸め込んで、つつもたせのような役をさせようとしてる。何、バジリオ、悪いやつ。持参金はあなたへの功労金と思ってるの。そうだと思ってた。その上に花嫁の所有権を使おうとしてる。あれは旦那が廃止したはずだ。今は悔やんで私に使おうとしてる。嫁た、親切な伯爵様よ、お楽しみはこれからだ。あれは奥様。じゃあ行くわ、私のフィガロちゃん。勇気も積んだ。しっかりね。いいぞ旦那様、あなた様の企みが今はっきりとわかりましたぜ。ロンドンですって、あなたは大使、俺はお供、そしてスザンナは大使夫人か。そうはいかない、フィガロが許さない。踊りたいなら伯爵様、踊りたいなら伯爵様、俺ギター弾いてあげます、俺ギター弾いてあげます、そうあげます、そうあげます、私めの学校なら、でんぐり返り窓教えましょう。私めの学校なら、でんぐり返り教えましょう、そう教えましょう、そう教えましょう。やるぞ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 、いや待てよ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 、よく考えてたくらみを暴こう、知恵を絞り計略練り、テレンテクダマク入れはどんでん味が逆転勝利だ。知恵を絞り計略練り、テレンテクダマク入れはどんでん味が逆転、どんでん味が逆転、どんでん味が逆転、逆転勝利だ。踊りたいなら伯爵様、踊りたいなら伯爵様、俺ギター弾いてあげます、俺ギター弾いてあげます、そうあげます、そうあげます。